王京明は台湾の台東県出身のプロ野球選手。2008年にラニューベアーズ2軍でプレーし、12月に統一セブンイレブンライオンズにドラフト4位指名される。2010年3月24日の兄弟、エレファンツ戦で1軍初登板。リーグ9位の10勝を挙げ、最優秀新人賞を受賞。2011年からは主にリリーフとして起用されるが、 リーグ4位の10勝を挙げる。2012年3月には東日本大震災復興支援ベースボールマッチに出場した。9月21日に第3回 WBC 予選のチャイニーズ台北代表が発表され代表入りしている。2013年1月14日に第3回 WBC 本戦の代表メンバーが発表され代表入りした。 2014年5月に2年契約を結ぶ。2015年9月30日に第1回 WBSC プレミア12のチャイニーズ台北代表に選出されたことが発表された。2016年開幕前の1月29日に侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北のチャイニーズ台北代表27名に選出されたことが発表された。3月5日の 1> 第1戦に2番手として登板している。シーズンに入ると中継ぎへ本格的に配置転換され防御率3.49を記録した。2017年1月23日に第4回 WBC のチャイニーズ台北代表メンバーが発表され代表入りした。2020年は9月11日の中心兄弟戦で CBBL 史上7人目となる通算400。 当番を達成した。背番号の41、名前のローマ字表記の CM1 が王県民に似ていることはメジャーリーグは愚か台湾国内でも語り草になっている。ありがとうございます。